ベッドフォード公爵夫人、アデライン・メアリー・ラッセル・ゲベは、イギリスの貴族女性、社会運動家、刑務所改革運動に情熱を捧げた。第一次世界大戦中には看護団を率いて、傷病兵の救済に当たった。第三代、サマーズ伯爵チャールズ・サマーズ・コックスと、写真家、ジュリア・マーガレット・キャメロンの妹の一人、バージニア・パトルの間の次女として生まれた。姉イザベラと共に、 家庭で母親の定めたカリキュラムに従って教育を受けた。1876年10月24日、タビストック公爵、ジョージ・ラッセルと結婚。1891年夫の就職と共に、ベッドフォード公爵夫人となるが、夫とは2年後の1893年に死別した。母方の10枚ジュリア・スティーブンは1882年に出産した娘に、 アデラインにちなむ、先例名をつけたが、この娘は後に、作家バージニアウルフとなった。事前家として、熱心に活動したことで有名である。当初は、連帯する労働者同盟と連携して、福祉活動を行い、ロンドンビクトリア駅周辺にたむろする、女性貧民や、娼婦の救済に力を注いだ。第一次世界大戦が始まるまでの20年間は、刑務所の慰問活動を行った。 そのきっかけは、ある新聞に報じられた、ポルトガルの政治犯収容所での囚人の悲惨な、待遇について知り、衝撃を受けたことである。公爵夫人は、リスボンの刑務所を自ら訪れ、刑務所の報道以上の内実をその目で確認した。そして、ポルトガルの自由主義政党と連携して、告発に必要な文書を集めて、政治犯解放キャンペーンを行い、訪問から一年と経たないうちに、 政治犯の釈放を実現させた。この一件から間もなく、第一次世界大戦が勃発すると、ヨーロッパ戦時基金の会長として活動。この組織はもともと、英国西ヨハネ騎士団と赤十字社の救護部門が連携して設立したものであった。アデラインは、あぐむことなく、傷病兵看護のために働き続け、兵士の置かれた状況を視察するため、西部戦線への疑問を繰り返し、 傷病兵との対話を熱心に言った。戦後も、元不小兵の看護に携わっていたが、インフルエンザに罹患して、体が弱り、心臓発作を起こして亡くなった。1902年に英国西洋派に騎士団女性勲釈士、1919年、大英帝国勲章勲釈士となった。ありがとうございます。